それが理由で国語を教えたというやつなんですね。どれだけ、ね、一生懸命読んでも足にも棒にもかからないレベル、大手予備校だから食っていけるという世界ではないんですよ。年俸万円まで行ったわけですからね。これ語弊があるなと。いや、そうじゃないんですよ。そうだよ、始まりました。本日チャンネル。さあ、今回も総先生においていただきました。よろしくお願いします。はい、前回はですね、はい、予備校の成り上がり話を聞いていこうって言ったら、なんと受験の面白いエピソードで終わってしまったということで、なんで今回は、今度こそはぜひ聞いていきたいと思いますね。まあ、はい、高校生の時に近所の女の子を教えてって、はい、でその後でいよいよ大学入ってからどういう塾やってたんですか？そうですね、これね、僕が中学受験した時にお世話になった塾に履歴書を出して、はいはいはい、そこで講師をし始めたんですよ。おお、うん、それ名前は言えるんですか？もう今ないんですけどね。ないんですね、はい、分裂して新しい塾になって、はい、でどんどんその後の展開知らないんですけど、はい、でその塾はね、まあまあ大きな規模だったんですよ。なるほど、僕が入った当初は、うん、でそこに行った時に、まあ、ペーパーテストがやっぱあるんですけど、はい、どの教科でもよかったんですけど、あの1枚紙を取って受けてくれと、うんうん、で僕その理系から分転してますから、例えば社会科もできるし、数学とか英語とか、うん、数学、まあ、算数かな、そうでしょ、まあ、国語とか別に何でももちろんできるわけじゃないですか、うん、で取ったのが国語だったんで、うん、まあ、国語ってちょっと若干こう揺れがあるかもしれないなと思ったけど、もう受けたんですよ。取ったって何ですか？どの教科でもいい、うん、どの教科でもよかったんです。で一番端にあったの取ったら国語だったんですよ。え、裏返しに載ってるんですか？問題はね、国語とか書いてあったけど、ね、ちゃんと見ずに、はいはいはい、とにかく取って席に着きなさいって言ったら国語だったんですよ、はいはいはい、で国語で入ったから、なんとそれが理由で国語を教えたというだけなんですよね。で国語を教えた最初のきっかけは本当にね、これね、もう偶然とかひょんなことからその教科の担当になったっていうだけで、でもね、当時もね、ピンチヒッター、ピンチピンチって言ってましたけど、他の教科の先生が休みの時とかにそれを教えたりとか、はいはい、ありますね。あるいは家庭教師で大学受験の高校生の数学を教えたりだとか、うん、いろんな教科を教えてました。なるほど。ただその塾では国語を教えてたっていうことなんですけどね、多分小学生の国語を教えるっていうのはね、これ楽しいんですよ。そうなんですね、はい、まあ、小6受験のレベルの国語ですけど、これねちょっとね、非常にね、多分世の中誤解が多いかもしれませんけど、めちゃくちゃレベル高いです。はい、なるほど、中学受験。そうです。国語ってやっぱり無学年でしょ、基本的に中1中2って綺麗にこう単元が切り分かれるわけじゃないので、うん、まあ、少しずつ抽象化を増し議論が複雑になっていくんですけど、関西だったら灘中だとか、はい、関東にももう並み居る強豪校ね、うん、有名な私立中学がありますけど、ここの入試問題っていうのはね、もうね、大学入試と遜色ないです。へえ、はい、自分の個人的な経験から言うとね、小6の僕本当にこれおこがましいんですけど、本当にトップのクラスを、はい、国語科の主任と大学生のアルバイト学生に過ぎなかったんですけど、はいはい、信頼してくださってて、はい、二分して、ま、あの担当させてくれてたんですよ、はいはい、だからトップの中学受験生担当してたんですけど、大学受験生よりももしかしたら力があるかもしれない。へえ、本当にすごい。そんな感じだったんですね、はい、本当にそんな感じでした。やっぱすごいんですね、灘中とか。もうすごいですね、ひらめきで解く問題とかもあるから、あ、まあ、クイズ的な発想の柔軟性がある人が得意だったりね。それ教えるのでもうまくいって、うん、まあそこはもうなんとかやってたっていう感じですね。書いてあるそれはそれはまあ後になってね、開発した新しい技術なんですけどねまあ当時はもう一生懸命教えてたっていうことですね。でそこからどうやって大学受験の予備校へ。いや、これがね、まあこれもね、ちょっと今日新聞広告ですね、これ朝日新聞だったんですけどね、はい、はいはい、で河合塾の塾講師募集っていう広告を見たんですよ。はいはいはい、僕はその中学高校受験の塾だったんですけど、まあ、幸いにも結構高く評価してくださってたので、うん、お前だったら大学受験も教えられるんじゃないかとか、こうよく焚きつけられてたんですね。はいはいはい、でその塾が分裂騒動で2つに分かれたり3つに分かれたりってなった時に、経営母体そのものがふらついてるんでね、はいはい、ちょっとまあ違うところで新天地でやってみようかって、うん、そういう時期だったんですよ。なるほどなるほど。でそれでチャレンジしてみようと思って、うん、河合塾の講師採用に挑戦したところ、はいはい、幸いにも採用してくださって、
それもう現代文でそこは。それ現代文で出しました。国語を教えていたというキャリアの長さが一つと、数学だとか英語だとか、特に英語はね、相当錆びついてました。割とこう、会話ぐらいだったらできるし、英語は得意、まあどっちかというと好きだったんですけど、語学系は。でもやっぱりその、使ってないとどんな技術も生蔵になるんで、怖かったんですよね。なるほど。で、河合塾ってやっぱ大手だし、もうそれはもう学歴も含めて相当すごい人たちが入社テスト受けるので、やっぱりまあ受かると思う自信があるのはその時はもう国語だったんですよね。なるほど。最初センター試験のね問題みたいなのが来て、はい、その後もっと難しいのにとか模擬授業とか。模擬授業はやってないんですよね。あ、やってないんですね。河合塾はねなんかね模擬試験の解説かなんかをね作ったんですよ。ああ、なるほど。へえ、はい、そんな感じなんですね。うん、もうそれもやったことないことばかりだったんで、とりあえずその河合塾の模擬試験だから、河合出版ですかね、はい、の本を買ってきて、どんな解説書いてるのかなって初めて読んだんですよ。国語の解説なんて僕読んだこともないんで、初めてそれで読んで、こういう体で書いたらいいのかなと思って、コピーですよね、はい、その、まあ、書き方のリズムとか流れとか、どこのポイントを押さえてるのかを見よう見まねで書いて、でそれを提出して採用してくださったんですよ。その時はその採用してくださった方が近畿河合塾の、まあまあドンですよね。もう今定年退官なさっていらっしゃらないんですけど、中学受験塾というキャリアね、ここまでやってきたキャリアがこれしかないことからすると、面白い文章って面白い解説をする人だっていうことで採用してみようと、お試しですね、まあ、ある種で採用してくださって、大学受験を教え始めたんですけど、これもね面白かったんですよね。うわ、教えることはね楽しい仕事なんだって初めて目が覚めました、うん、はい、ここでもうドーンと一気に火がついたんですか、人気。いや、どうでしょう、それはね僕自分では分かんないんですけど、やっぱりね楽しかったんですよね。楽しいと思う仕事ってやっぱりね、うん、続くし、また結果も出るんで、うん、それでまあなんかうまい具合に評価していただいたということなんだと思うんですけど。どんな授業を担当してたんですか。いや、これはねやっぱ新人だから、まず現役生の、まあ、どっかの校舎の授業を一つとかね、はい、そんなにたくさん担当させてくださらないんですよ。でもやらせてくれって、もうどれだけね一生懸命意気込んでも箸にも棒にもかからないようなレベルで、どんなものかもわからないわけですから、それでまあ様子を見て、アンケート結果だとか貢献度ですよね、いろんなものを測って少しずつ授業が増えていくんですよね。で増えていくにつれて、今度は、まあ、河合塾の場合ですけれども、模擬試験を作らせてみたり、解説を作る会議の中に入ってどれぐらい力があるのかを見たりだとか、紙媒体でね本をどれぐらい書けるのかっていうところでね、評価がまた変わってくるんですよ。なるほど。だからティーチングのスキルそのものだけではなくて、書類を書いていく力、学力ですよね、教科の学力も含めてトータルでその人間を評価していくっていうシステムが、特に河合塾はちょっと濃厚なんで、それがないとなかなかあそこでは出世できないってことなんですね。私大系も国立系もやって全部やりました。はい、ちょっとずつですね、本当に少しずつ担当の校舎とか授業が増えていって、随分長い時間かかりましたね。あ、もうそれでもうトップ、はい、いやトップっていうか、まあ、何をトップっていうのか分からないけど、河合塾の場合ってのは例えばグリーンコースっていうその、はい、まあ、現役、ね、そうですね、はい、浪人生っていうか本科で、まあ、これ本体なんですけど、はい、本科っていうのはある意味では受験生を全部顧客とするなら、はい、入塾させたらあとはもう関係ないじゃないですか。そうですね、はい、どれぐらい受からせるかという、うん、もう本当予備校としての勝負があるけど、グリーンコースとか現役館っていうのはどれぐらいこう集客していくのかという、うん、なるほど、ここにやっぱりねあの見せ場があるんで、集客力のあって力のある先生はグリーンコースの高校3年生2年生1年生を担当させると、近畿圏だったら大阪校とか、うん、まあ、関東だったらここだっていうやっぱあるわけですよ。で僕大阪校の高1高2高3全部総計時だったんで、相当高く評価してくださってたんだろうなという、これ深い感謝があります。もう本当にそういう意味では河合塾に育てられたし、河合塾で会議体の中で模擬試験出して不採用になったり、解説の話をしてそういう解説じゃなくてこういうふうに話さないと伝わらないぞって言われたり、そこで叩かれたので、まあ、いわゆる河合塾の教え方みたいなものはベースになってると思いますね。じゃあなぜそんな河合塾を捨てて投資にまあそれちょっとこれ話すと長いんですけど、話しますけどね、まあ東進っていうのはやっぱり一つね、スタープレイヤーが集まる場所だったし、はい、まあ、僕が受験の時はね東進よりもねヨゼミだったんですよね。あ、そうですね、うん、スタープレイヤーを集めて、うん、その
個人技で見せるっていうね、はいはいはい、面白かったんですよ、うん、で河合塾も駿台も、まあ、大手っていうのはどこもクオリティは高いし、うん、中にいる先生はねみんな素晴らしい先生、うん、まあ多少そのまあそれぞれこう個性の差はあるけれどもみんな素晴らしい先生なんですけど、ヨゼミだったんですね当時は、ね、昔は。でも徐々に勢力図ってやっぱ変わってきて、うん、まあこれはまあいろんな賛否両論あるかもしれませんけど、スタープレイを集める本当に高い報酬で一本釣りしていくところが投資になったんですよ、うん、そこから声がかかった時にやっぱり夢を見たし、はいはいうん、やっぱり東京で勝負するっていうこうワクワクしたんでね、東進で勝負したいっていうのがあったわけです。でも当時はやっぱり東進と河合塾と他にもいっぱい兼任してました。あ、そうだった、はい、まあそもそもその受験ってまあこれ言っちゃうと英語か数学ですよ、スタープレイヤー、はいはいはい、うん、そのやっぱりパイも大きいし、まあ1個の予備校でちゃんとその暮らしを立てられるだけの収入は稼げるんだけど、今やっぱりね、まあ今だけじゃない、僕やってる時もそうですね、現代文なんて国語の中の現代文古文漢文の中の1個じゃないですか。そうですね、そうなるともうね大手予備校だから食っていけるっていう世界ではないんですよ。だからいろんな予備校を兼任しながら、てよく言えばいろんなところでまあその武者修行ですよね、うん、やりつついろんな経験を重ねる。でもこれ結果的には良かったと思います。そうですね、いろんな先生を見ていろんな教え方を見て、まあそのいろんなものを吸収しました。そうですよね、うん、それで東進でねあそこまで行ったわけですからね。そうです、幸いにも、ね、年俸 P 万円まで行ったわけですからねP 万円まで行きましたねいやこれ本当に今でもとても感謝してますね、うん、一時期はトップに立ってたわけですから。いやまあトップ、まあトップだ、林先生抜かれた日っていう動画出てますけどくそー、まあ、いやいや林先生素晴らしい先生ですよ、はい、今ね林先生はもうね、うん、テレビの人だし。そうですね、本当にテレビの人です、ね、出口先生と一緒にいるしなんかわかんないもんですねと本当ねこういうの縁というのかな、巡り合わせて不思議ですよね。そうですよね、はい、ずっと出口先生がね、うん、こうトップでいて。そうですね、僕が入るまでの歴史は出口先生ですよね、うん、先生来て、はい、先生行って、はい、そう先生の期間一番短い感じですかいやーなんか彗星のごとく現れて流れ星のように消え去ったみたいなちょっと待って、ね、これ語弊があるな、ちょっと。そうではないんですよ、僕は一生懸命頑張ったし先生のことから流れ星のようにそういい関係だったんですけどね、はい、まあこれはまあいろいろまあありまして。今はサナルとかね。ああ、そうそう、サナル予備校もう素晴らしいです。もう本当に熱意にあふれた教育者が中にはいっぱいいて、なんかね経験上の話で申し訳ないけど、はい、僕程度の経験で言うのはおこがましいんですけど、やっぱりね中にいる人間たちが相当熱持っててね、はい、きちっとこう健全に維持してる場所っていうのかな、うん、何年か経つと大きくなってくると思います。そうですね、はい、特に今予備校業界ってまあ凋落の一途をたどっていて、はい、難しい業界じゃないですか、はい、そうですね、生徒がまあ凋落、超簡単じゃないですよ凋落今ちょっとニヤッとしてるから俺漢字書けねえみたいな、はい、今目したんでね、多分テロップ出ると蝶々が落ちるんですかそうまあちょっと話続きますけど、はい、生徒がどうしてもね少子化の煽力ってまあもう仕方がないわけですよ。でその中でやっぱ大手をはじめやっぱり抱えてるものが大きな予備校っていうのは特にやっぱ苦しんでる。そうですね、で中小だとかやっぱり密に面倒を見る予備校とか大きくなってきてるじゃないですか。密は3密だもんね。そうそういうことを考えると予備校の勢力図っていうのが大きくね激震してる時代でもあるんですよ。さなる予備校っていうのは面白いと思いますね。はい、さなる企業案件お待ちしております、はい、企業案件ほんとさなるもうあの間違いなくね僕は売り込んで森鉄さなるコラボスペシャルみたいな。河合塾武田塾にいるのにもうどこにでもいてどこにでもいない人間みたいなフリーランスみたいな感じで。そうですよ、はい、神ですよ。神ってのはどこにでもいてどこにもいないそういうものですからね。さすが僕が審判します。じゃあ最後の審判やってください。さあ成り上がりどうやってやったのかって話を聞きました、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。